アポロ11号のミッションでのガツレーザー測距実験ガツレーザー測距実験は、ライターを用いた地球と月の距離の測定である。地球上のレーザーで、アポロ計画により、月面に設置された再起反射器を狙い、反射した光が戻ってくるまでの時間を測定する。アポロ15号のミッションで用いられた、再起反射器、アポロ15号のミッションで用いられた、 再起反射器の模式図1962年、マサチューセッツ工科大学のチームが初めて反射レーザーのミリ秒パルスを観測することに成功した。同様の測定はクリミア天体物理天文台のチームにおいても旧スイッチのルビーレーザーを用いて同年になされている。1969年7月21日にアポロ11号の乗組員によって再起反射ギアレーが 月面に設置されると精度がさらに向上した。アポロ14号とアポロ15号ではさらに2つの再起反射ギアレーが設置され実験に貢献した。月までの距離の測定はィック点問題、アリゾナ州の空軍ケンブリッジ研究所月、即居観測所、フランスのピク・デュー・ミディ天問題、東京天問題、テキサス州のマクドナルド天問題によって初めて報告された。 ソビエト連邦のルノホート1号とルノホート2号によっても同様のアレイが運ばれた。ルノホート1号からの反射シグナルは当初は受信されたが1971年以降は2010年4月にカリフォルニア大学のチームがルナーリコネサンスオービターの画像からアレイを再発見するまで検出されなくなった。ルノホート2号のアレイは地球にシグナルを返し続けた。 ルノホートのアレイは、アポロ計画のものと同じように、太陽からの直射光を受けて性能が落ちていった。アポロ15号のアレイは、先の2度のアポロ計画で設置されたものと比べて3倍の大きさを持つ。その大きさにより、最初の25年間で行われた実験のうち4分の3の標的となってきた。それ以降の技術の進歩によって、より小さなアレイが用いられるようになった。 月までの距離は次の式を用いて外産地を求めることができる。実際は往復で約2.5秒は地球と月の相対運動、地球の時点、月の測り度、気象、語。それにもかかわらず地球と月の間の距離は過去35年間で最も高い精度で求められた。様々な理由により観測ごとの距離は異なるが平均値は 約 384,467km であった。月の表面では、ビームは、わずか約 6.5km の幅であり、これは 3km 離れたところから動く10セント効果を、ライフル銃で撃つようなものだと例えられる。反射光は、裸眼では見えないほど弱く、数秒ごとに反射器に向けて発射される1,017個の、光子のうち地球に戻ってくるのは、 良い条件の時でわずか1個である。レーザーは高い単色性を持つため、この光子はレーザーを反射したものだと判断できる。これは史上最も正確な距離測定の一つであり、ロサンゼルスとニューヨークの間の距離を100分の1インチ精度で測定することに匹敵する。2002年時点で反射器の性能は年を経ることに悪くなっているが、月と地球の間の距離を ミリメートル単位の正確さで測定するための研究が続けられている。長期間の実験による発見は次の通り。月面の反射器の存在は、アポロ計画インボーロニーへの反射として利用されてきた。例えば、アポロコラボレーションの格子パルスのパターンは、基地の着陸地点の付近に反射器が存在することと整合している。ありがとうございます。